五条くん映画でも見ない？北川さん、怖い映画好きなんですか？好きってか、今度これの3がやるんだけど、そんな人気なら気になるじゃん？あとやっぱ夏だし。俺、普段ホラーって見ないんですけど、どれくらい怖いんでしょうか？ルナ。面白かったです。まあまあ大して怖くなかったな。もう一度見たい箇所があるんですが、巻き戻して見てもいいですか？なんでこの布を古く見せるの、どうやったんでしょう？この目はコンタクトですかね？CG じゃない？これもこれもどれもこれも勉強になりますね。でもこの前は怖くなかったって言ってましたよね。あの時は五条くんもいたしギリ平気だったけど、一人だときつい。ちょっとした物音にもバチクソビビっちゃって。